前回僕は通常の炭治郎を選んだので、はい、ちょっと日の神で行きたいです今回は。いいですね、はい、あ、衣装とかもうわーすごいバリエーションが、まあでもちょっとスタンダードで、日の神の炭治郎のパートナーを誰にしましょうか。いやこれはもう僕がやっぱりその発表された時一番びっくりした村田にしますまさかの参戦という、まさかの参戦、今日は勝ってみせます。あ、何この、かわいい、禰豆子にしようかなさすがやっぱり禰豆子に弱いですね、ちょっと村田で、はい、はい、じゃあということで、花江さんは、日の神神楽のかまど炭治郎と村田になりますが、はい、対する日野さん、キャラクター選んでいただいてよろしいですか。まずはやっぱり煉獄さんですよね。いいですね、煉獄さんはすごいんですけど私がポンコツだからねパートナーをね、誰にしましょうか。富岡さんも、かわいい、ヤシノブさん、大福胡蝶さんにね、はい、じゃあこの、ペア、はい、タッグで選んでいただきましてですね、じゃあステージもですね、いろんな場所まあ選べますので、いっぱいあるんだ。今日はねどこにしましょうか。じゃあちょっとせっかく柱がいるので鬼殺隊本部で。いいですね、はい、まさにね中央会議が行われた、ね、このね鬼殺隊本部というところで、では参りましょう、はい、お願いします。ということでもうここからはですね、大使同士といえどももうガチで戦っていただけたらと思います。やばいですよこれ、柱2人ってちょっとずるいんじゃないのこれ。よし、よし、お願いします村田さん。え、いいぞ水車村田の水車が決まった。ごめん煉獄さん、俺がポンコツだからこれどうやったら避けられるんだ。よし、出られるぞ。よいしょ、あ、やばい、くっ、まずい、あ、村田さんに助けてもらった、やばい、まず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 、どこは私がやりました。ちょっと待って、あ、いけるのか、やばい、うらえ、やばい、やばい、おー、え、これすごいわ、日の神神楽、暴れが漏れるよ、これはやばい、すごい、アニメのシーンが再現されてる。村田、村田で、村田で行く、村田で行く、やばい、危ない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 、やばい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 、勝負終わり、やったー、やばい、あ、すぐ2本目、まずまずい、ちょっと3本選手になります、3本選手、ちょっと待って、村田さん、村田さん、村田さん出せないんだけど村田さん出てくることも叶わないのか。頑張ってくださいね。おお、かっこいい。強っ。やった、村田さんだ。いや、そんな村田さん、村田さんに喜ばないでください。村田さんってやるんですから。来た。あ、村田さん。来た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 。村田さんの一戦。いけ。いいぞ。エフェクトが薄い。かわいい。なんだこの必殺技。かわいい。あ、かわいい。逃げるように、まずい、やば、あ、やった、奥義、ちょっとやりすぎでしょやりすぎですよ、かっこいい、やりすぎ、村田さん生き延びた、あ、やりすぎやりすぎ、あ、いいぞ水車、これ動けますから、危ないだ、オッケー、やべやべやべ、空中の特快だ、ごめん、こちゃんさん、まずは覚醒したいな、覚醒、全然全然、ああ、やった、こちゃんさん、虫の呼吸、蝶の舞、おたわ群れ、いや、あ、倒せなかった、あらあらあら、なに、あれ、あ、煉獄さんが煉獄さんが助けてくれたのか、いや、このコンビは強いぞ、出られるぞ、正しい呼吸、よいしょ、あ、やべやべやべ、おー、いけ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 、神楽来た、これはだいぶ制作スタッフさんアニメをコマ送りで見てますね、これね、完全に、あ、まだだ、あれまだ5本目がある、さあ、ラストラウンドですね、一番長引く
形になってしまいました。炎が出てる。あ、お強そう強そう。炎が出てる。逃げろ逃げろ逃げろ逃げないで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 。煉獄さん、なんだ。食べ食べ食べ。参りました。いい勝負。ポーズ。ならなくてはならないんだ。ありがとうございます。さあ、ということでもうね、キャラクター紹介、最後までもつれる戦い、トレ高100点でございます。触れてみてどうですか。いや、楽しかったですね。なんかやっぱいろんなキャラが使えると